それでは続きをやっていきましょう。さあ今回こそは内装の組み立て、椅子はねもうつけちゃった。ちょっとつけてから結構硬化に時間かかる。いつものっていうかこれを使っちゃったんでね、動画をちょっと進めたいっていうのがあって、まあ普通のカーモデルと同じ方法のとこの辺はでだ。このなかなか愛の悪いキットをここから組み立てていきますか。ちょっとねなんかうまいこと順番を決めていかないとスムーズに組めない感じがあったんだよね。よいしょっと、とりあえずはアクセルか。なかなか内装がね厄介だったな。厄介な感じだな。とりあえずね1台はもうやったんだよ。ちゃんと組めるかどうかっていうのも心配だったしね。途中までね動画を撮影してあっていうようなところに気づいたらちょっと話が進まなくなっちゃうから、こんな感じか。よし、変わった作りだね。なんか慣れないわこの感じは。だいたいここはこう袋みたいな感じになってるんだけどね。で、これをつけた次は、先にねブレーキとクラッチはもうつけちゃった。ちょっと見えるかなこれね。で次はサイドブレーキとかこの辺のパーツか。よっと、あなんか色が剥げちゃった。色が剥げてしまったところはたまたま黒なので黒ペンで修正をしておこう。いよし OK。 黒ペン素晴らしいね、名前ペンは。でこれをはめたら、はめたところも流し込んでおこう。よし、まあ、こんなもんでいいでしょう。あんまりベタベタに塗っても良くないと思うんで。で次後ろマフラー、これをこうか。これいいかな。やっぱり少しキットに歪みがあるから少しこうやって持っとってあげてくっつくのを待ってあげないといけないかな。そんなにね思いっきり歪んではないけどね。なんとなくこの動画を見て内部的なものが分かってもらえるんじゃないかなって。
結構やっぱり、ね、前も言ったけどこだわりを持って作られる方にはおすすめなキットだね。だけど初心者にはかなりきつい、なんか軽い気持ちでやってしまうと相たたってなりそうな感じだな。浮いてしまった、やばいやばいやばい。少し浮くな。本当はああいうクランプで洗濯バサミみたいなやつね、あれで加えたいんだけど、やめた方が良さそうだな、ここばっかりは。よし、一応くっついたか。 OK いう感じで、変なところがこう浮いてないかちゃんと確認してあげないといけないな。よし、 OK、 これで OK だ。で次のページで、メーター類をつけて、あ、ラジエーターもつけない、ラジエーターさっきもつけてねえな。扉もつけてだな。これはここ蓋するだけか。ここどうも切るみたいだったんで切っちゃった、適当に。まあでも結局隠れちゃうから、まあ塗装をねこうやって塗り直すのもまあやめちゃった。置いてあげないとエンジンなくてもね、あれなんですよ、多分見えるんだよね隙間から。おっとっとっと、持ちにくい。弱い腰が。よし、 OK。 でこれね、扉がね、愛がすごく悪いんだわ。これはちょっとどうにかしないといけないと思うんだよね。そのもう一個のやつを作った時にね、すごいいろいろ考えさせられた。こんな感じでつけて、内側にも少し流し込んでおいてあげないと。よし、
構隙間あるしね。こう見てもらうと分かると思うけど、ここにねこう隙間が結構あるんだよね。でこいつを置くだけども、この時点でものすごく合ってないんだよね。全然位置がおかしい。結構この扉を思いっきりこっちこう閉めてあげないとうまく場所が合ってない気がする。接地面に割とこうしっかり流し込みを流してあげてあげないとよろしくないかな。で一回これでね、さっきボディをね一回当てては見たんだよね。そうしたらやっぱりそんな感じだった。ボディをでしっかり当ててもって感じだったな。ここに隙間ができちゃうっていうことはなかった。で、まあ、この状態で少し固定してあげないといけないんで、固まるまで待ってあげないといけないんで、まあ、いつものマスキングテープで引っ張るようにね、ギュッと引っ張るようにこう固定してあげる。で、まあしっかり乾くまで待ちましょうっていう感じかな。とりあえずはこんなところ。あと次にできることっていうとまあないな。意外と進みがな今回悪いな。やっぱり難しいだけであって、ちょっとこの乾燥時間を使ってみたいな考え方は甘かったな。ものすごく甘かったな考えが。でちなみにもう一個やったやつね、これで、タイヤをさ悩んだんだけど、やっぱりあっちのタイヤ使おうかなっていう、写真に載ってたああいう普通のフェラーリらしいタイヤはやめて、あのスポークの多いやつにしようかなっていう。なんかやっぱり見栄えが、で、あのコメントでもいただいたね、あの別売パーツでエッチングで金属でできてるやつがあるから、それ使うとリアルでいいですよっていうのがあったんですけど、まあ今回はちゃんとって言い方もおかしいけど、付属品でまあことを済ませようかなと思います。売ってるのもね見たことあったんだけど、残念ながらああいう系のやつがね近くに売ってないんだよね。まあ実際に付属されていて、あれ本当やっぱりエッチングパーツとしてちゃんと売ってるやつを見るとすごい出来が良くてね、まあやっぱりそれなりに別売で高いっていうのもあるだけあって、まあ、実際に付属されているやつを作るとどんな感じかっていうのもお見せした方がいいんじゃないのかなと。これが付属されているやつね。1の1、これか。これが一体どのぐらいの再現力があるかっていうのも気になるところだよね。付属されているやつね、割と当時のキットにしてはすごく綺麗にできてる気がするんだよね。よし、でこれをこう向きか、こっち向きなんだ。で1の2番 I の2、これか。よいしょ、ほらしょ、よい。さすがにこれはメッキ落としてシルバー塗るとダサくなっちゃうんで、メッキは落としません。
なんかキラキラ眩しいな。ちなみにこの動画を撮ってるのがライブ寸前なんだよね。ライブをやる予定の時間がなんかね、あの設定の方法は全然分かんなくて、ライブのまあ多分慣れればそのうち分かるだろうと思いながら、なんか公開予約みたいなやつとかなんかいろいろやってんだけど、なんか時間が変わらなかったりとか、なんかよく分かんねえなとか思ってね。よし、これをでこういう向き、こういう向きか、こっち向きにこうか、こう向きか、こう向きにつけてのなんかバリが出ててよくないな。これちょっとイメージは大事なんで、イメージするために1個用意してみよう。タイヤをね挟み込むような形になってるね。あ、やべ、今触ったらグネンって動いた。危ない危ない。でこれをこういう風につけてのタイヤを本当はここに入れて、これをこうか、こうやってつける。あー、それっぽくなるんだ。へえ。うん、予想はしてたけど、なんか思ったより綺麗だな。そう、ほらね、なんか思ったよりいい感じだよ。ずれた。なんかね、思ったよりいいエッチング、あの別売のやつ、あれはあれでいいんだけど、やっぱり意外とこれでもこんな綺麗にできるもんなんだな。もっとなんかこうね、ちんちくりんに見えるのかなとか思ったら、なんか予想外に良かったな。これどうしようかな。これね、バリがねひどくて、ちゃんとこう成形を、本当はなんか1枚ちゃんとこそげるような形で流し込みでくっつけた。どうしようかな。だけどこの中はちょっと落とすの難しいからな。いや、どうやってやろうかな。これは悩む悩むよ。こうでしょ。でこうなん、あれはまらない。こうでしょ。でこう、本当はメッキを剥がして流し込みでくっつけたいところだな。だけど多分メッキがうまく剥がせないっていうのもあるから、デコプリンセスをちょん付けしてやってみるか。だけどね、結局それしかないのかな。タイヤを入れ込むっていう風になると、タイヤを転しにつけることできないのかな。
こいつがまたげれれば多分つけれると思うんだけど、余裕だった。まあっていうことなら、いいとこだけメッキを剥がすか。こんな感じでね、こんな感じでこうカンナ掛けカッターを、まあそうするとバリも一緒に取れるからね。でスポークの部分に当たらないように気をつけて、きらめきがねなくなっちゃうんでね、メッキの綺麗さが。この周りの部分だけとりあえず落として、おお滑った。でここも両面落とさないとか、結構手間だな。だけどバリも取れるしいいか。これはさすがに1個だけやるだけで、あとは地道にやろう。よし、まあ大体ね取ってね。でこれはこっちの裏側が取れないんだよ、カッターが入らないから。カッターのこっち側で取れるかな、鋭利だから。カッターの腰が弱いな、これじゃ。なんかいい道具ないかな。ある、確かあったはず。これだ、昔買った。これ刃が短いんだよね、こう。これなら多分届く。届いた。これはなんていう名前か忘れた。この前でもリスナーさんからもらったやつは、あれは刃が長かったからな。でもこれで短いのと長いのと揃ったから嬉しい。よし、こんな感じで、であとここの断面側もちょっとこう取ってあげてね。ここも接触するかもしれないんで、歯ブラシ。切れ子をしっかり取ってあげてね。ああ。よいしょ、OK。で、さっきのこれに。メッキをね剥がして中のプラスチックが出てきてるから溶着ができますよと、流し込みでねくっつけることができますよと。
ギュッと。で、こいつもパチッと流し込んでやる。反対側にも、えい。これでいいだろう。最悪真ん中は落とさな触らなくてもはめるこはめはなんていうのはめて逃がさなくしちゃうからいいと思う。削らなくてもこれを見るとね。どうかな、くっついたかな。あ、くっついた、くっついた。できた、できた。よし、 OK。 ほらちゃんとここの藍もバッチリ、バリがなくなったせいかね、いい感じにできたわ。よし、とりあえずこいつはこの辺か。あとまあこの真ん中に来るエンドキャップみたいなやつは、まあ、またかな。説明書見るからだと最後のページになってるな。よし、時間もいい時間だし、とりあえず今日はこの辺にしておきますか。まあ残り3つ、まあ2台分あるんで、あと7個か、頑張ってやるか。よし、では一旦ここでカメラを止めさせてもらいます。